何の真似だ。失礼しました、アリーシャ様。バルトロ様の命は同志スレイをお通しせよとのことでしたから。バルトロ閣下は接客中です。しばし客室でお待ちください。こちらへ。自分から呼び出しておいて。しばらくこの部屋でお待ちを。絶景ポイントが近くにありそうだ。本がこんなに。しかしさすが王宮だね。貴重な本が揃っている。遺跡や歴史の本も多いな。全部読んでみたいけど。あの本面白そうな題名ですね。クルオシキ愛の叫び、詩集かな。ちょっと読んでみるか。おい、本が浮いて見えるって。大丈夫、アリーシャがカバーしてくれてる。まったく、俺が持つから貸して。なるほど、これは苦しいな。愛と苦悩を叫びながら、青すぎる情熱がほとばしっていますわ。10年後に読み返した作者が、自分のあまりの若さにもだえ回るのが見えるような。そういう意味でも苦しいですわね。そう？いいことを言ってると思うけど。え？スレイ、君ってやつは情熱家なんですね。二人の視線、なんか苦しい。バルトロ様の準備が整いました。円卓の前へどうぞ。姫様はお待ちを。なぜだ。アリーシャ様には別命が下されるとの内示がありました。マーリンドの件か。はい、このままご待機を。わかった。アリーシャ、前からあった仕事の話なんだ。すまないが私は残るよ。こちらへ。円卓の前ご案内します。今の待たせておいてわざとだね。汚れが消えないわけだよ。
待たせたな、どうしよう。遠慮なくかけたまえ。毒でも入ってそうだ。心配無用。毒など入っていない。我々は君とお近づきになりたいのだよ。紹介しよう。こちらは軍を統括するマティア軍機大臣、ハイランドの法を司るシモン律令博士、最高位の聖職者ナタエル大司教、そして王の保筆たる内務卿バルトロだ。スレイです。招待してくれてありがとう。俺も話をしたかったんだ。おい、素直に信じすぎ。度胸はあるようだな。それとも単なる愚か者か。おいしいな。アリーシャも一緒ならもっと良かったけど。どういう関係なのだね、アリーシャ殿下とは。友達だよ。俺を外の世界に誘ってくれた。建前はいい。腹を割って話そうじゃないか。スレイさんとアリーシャさんがお互いを利用して何か企んでるのだろうと言っているのですわ。アリーシャを利用なんてしないし、同志はそういう存在じゃない。さて、本物の同志など見たことはないのでな。疑われてるね。当然だけど。いいよ、信じられないなら。よくはない。王族が偽同士を使って人気取りをしたとなれば致命的な醜聞だ。脅迫か。証明すればいいのか、本物の同士だって。ふん、本物かどうかなどどうでもいい。問題は国民が君を支持し始めている事実だ。民というものは常に劇的な救済を求め、安易に欲望を託すからな。確かに人々の過剰な期待には歴代の同志も苦しんできました。民衆は誠に愚かで低俗。非常に残念だが、これは事実なのだ。しかしだからこそ君の存在が有効となる。これが？なんで？単刀直入に言おう。我々の配下に入れ、同志スレイ。ハイランドを守護する同志として国民の士気を高揚させてもらいたいのだ。近年災害が続いたせいか、国民に衛生感が広まって困ってるのだよ。まったく愚民どもが。ローランスとの開戦も近いというのに。もちろん十分な礼はする。前金だ。聞くところによると君は遺跡に興味を持っているそうだな。我らの仲間になるなら遺跡探索や記録収集に十分な便宜を図ろうじゃないか。アリーシャ姫に義理立てしても無意味だぞ。かの姫は疫病の町マーリンドに左遷されるのだからな。アリーシャが疫病の町に？強情な騎士姫もあの町で苦労すれば身の程を思い知るでしょう。もっとも本人が疫病にかかればその後悔も役には立たぬでしょうが。そういうわけだ。考えるまでもあるまい。断るよ。残念だな。話してわかる人たちじゃなかった。むしろ良かったよ。偽同士風情が後悔するぞ。アリーシャともども潰してくれる。待て。一体どういうことだ。王宮内に武装兵団を配するとは。これはバルトロ様の命で。うわあ！スレイをどうする気だ。バルトロ卿、兵を引かせろ。王宮の見学は済んだよ。
行こう、アリーシャ。自分の夢は自分で叶えるよ。俺も、アリーシャも。ああ、もちろんだ。民を惑わすイカ様同士を成敗いたします。下がらないと怪我をしますぞ。うなれ、エース、一度逃がさない。相手、開けろ。あなた、エース、天皇は、天皇は、天皇は、結構ハグはエンドポイント、言いすぎじゃないのか、スレイ。スレイさんの力が強すぎるんです。襲撃の攻撃法よ、うなれエース、キラリシャさんの盾を、スレイ、もっと力を抑えないと。そう言われても、いけない、これ以上やったら。この力、本物。バルトロ卿、今の騒ぎは忘れる。その代わりもう二度と同志スレイに手出ししないでもらいたい。バカな、放置したら国の治安が。いや、こんなものをローランスに利用されてもしたら。なより自分の心配をした方がいい。あんたたちは風の骨、あうさすぎるぞ。そう、こいつは我らをたばかる姫殿下の暗殺を依頼した。バルトロ大臣がアリーシャを殺そうとしたっていうのか。な、何をバカな。違ったか、殺すか。やめろ。頼む、やめてくれ。ハイランドに必要なものなのだ。噂通りね。よく聞け、バルトロ卿。我らは教示に反する殺しはしない。侮るな。なぜ。大丈夫、殺してないよ。変わった暗殺者だね。王宮にまで忍び込むなんてね。出会い、クセマロだ。やばいぞ、スレイ。お前たちのおかげで仕事が一手ですね。返礼だ、ついてこい。俺の力じゃ殺しちゃう。早くしろ、こっちだ。あとは自分で切り抜けなよ。これは、厨房がこんな場所に繋がっていたなんて。
風の骨は知ってたんだな、この抜け道を。けど警告のためにここまでやるなんてまともじゃないよ。周囲に何かありそうだぞ。スレイさん、うなれエース。このダリアは女性に氷河がついている。女性の本性見たりってやつか。これはどうだ。消えろ天皇は。天皇は俺と消えろ。まだいるぞ。まずは僕も。まだ火は炎よ。火は消え。浄化の勝利。おとなしく眠ってくれ。実戦経験が自信につながる。さあ次だ。豚っぽいけど元は人間なんだよ。全国でも油断してモリモリ食べてると。巨人の風船行くぞ。浄化完了ってな。あの石碑はまだ見てないかも。